はいどうも、プロバス関です。今回は、先週、ツイッターで、質問募集して、そのアンサー動画になります。質問募集で、ツイッターのリプと YouTube のコメント欄から、拾ってきて、質問募集、質問コーナーやっていきたいと思います。はい、はじめに、休みの日は何をしてますか？休みの日は、まあなんか適当に、僕友達少ないので、友達とかね結構やっぱこう少ないので、適当にこう頭で思いついた時にこうその行動をとってますね。こう例えばなんかこう PS、 まあゲームもそうですし、結構ゲームだったらモンストとか、まあ、モンスト以外にも、まあ、PS4 だったりとか、あとはいろいろスイッチ他、まあいろいろ他、PC ゲームいろいろやってます。はい。モンストを始めたきっかけって何ですか？モンストを始めたきっかけは、近所の友達とか、学校の時の学校の時、のこう先輩か、先輩たちとかに、まあ声をかけられて、で始めて、まあモンストをやって始めて、まあがっつり今も楽しくやってます。はい。モンスト以外のゲームはやらないのですか？モンスト、そうですね、これね結構頻繁に来るんですけども、モンスト以外のゲームアップしないんですかとか、結構ね、結構ツイッターのリプでもね結構意外に来るんですけども、モンストね結構やっぱ心からやっぱ楽しんでるんですね。やっぱモンスト以外の楽しいゲームも結構あると思うんですけども、今はスキル上げだったりとか、まあ今もコラボまた来るんで、まあまたモンストの動画に上がると思うんですけども、モンストがちょっとまた人気なくなってきたなって時にはまた別の動画にしたいと思います。はい。バイオハザードの実況はするんでしょうか？バイオハザードは、まあ今も夏ですし、まあホラー系、まあ青鬼だったりとか、他ホラーゲーム結構あるね。やっぱあとは心霊スポットとかもまた復活していきたいと思います。まあバイオハザードもいいかな。次、歌ってみた動画はやらないの？歌ってみた動画はまあ皆さん多分ご存知の通り、なんだろう、ドラメ佐々木チャンネル、ドラメだけの方、MV、東京愛花、今9月23日に行われるんですけども、自分、まあドラメの方が拠点というか結構得意の方ですし、まあ長くやって約6年くらい、7年6年ぐらい、まあ、ドラムをやってるし、まあやってるし、まあ歌もそこそこまあうまいわけではないので、まあ好きなんですけどもうまいわけではないので、まあどっちかというとそう得意の方をやっぱこうさらにこう伸ばしていきたいなとは、そっちの方を優先的に伸ばしてます。ドラム佐々木さんの名前の理由、由来を教えてください。
これはですね、僕が中学校の時に、まあ 2,3 人ぐらいかな 2,3 人ぐらいかちょっと忘れちゃったんですけども、生徒にまあある急にね、まあ、ちょっと友人もそうだかな、まあこうやっぱ YouTube を始めるっていうと、やっぱね、こニックネームみたいな感じのが必要じゃないですか。まあ、それを友達やら友人やらにこう相談したら、お前ドラムやってるからこういう名前いいんじゃないかって言ったら、まあ、そういう名前に決定しました。はい、はい、ということで、いかがだったでしょうか。今回のね、まあ質問募集してそれをまあ、読み上げたというか、質問をちょっと初めての質問コーナーだったんですが、まあこういうね質問コーナーも悪くないんじゃないかなと思いました。またねこんな感じでまた質問コーナー時間ある時に撮っていきたいなと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。またね。